名機 RE201 をマニュアルからリバースエンジニアリングして MAXMSP でなんとか再現しているところです。テープエコーとチェロで今日初めての様子見の日です。様子見です。こう音がもうポンってこうエコーするわけですよね。そうです。これ触るとピッチが変わったりします。これは実際ローランド201だと中にテープが仕込んであってテープ速度を変えながらグリグリ再生するそうこれができたんじゃ少しはできてたんじゃないのだろうかと想像します。